皆さん、こんにちは。エムズスキーサロンの吉田正宏です。えー、ということで、えー、連日ですね、えー、動画公開していきたいと思います。まあ、ここ最近ですね、ずっとこう、ライブ配信しかしてなかったんですけれども、あの、2日連続、えー、動画の更新、配信ということで、えー、ぜひ、えー、ご一緒に楽しんでいただければ、あの、ちょっと撮影しながら撮るのね、結構久しぶりなんでね、なんか、変な、 ぞわぞわっていうか緊張感あるんですけれども、あの、今日も楽しんでいただければと思います。えー、そしてですね、本日のテーマなんですけれども、まあ、エムズスキーサロンこれまでですね、まあ、たくさんこうグッズを作ってきました。えー、T シャツ関係ですね、T シャツ何種類も、えー、作ってきましたし、まあ、おかげさまでですね、えー、たくさんの方に、えー、来ていただいてます。で、あと大人気なのは、えー、雪ナビ通信、それからエムズスキーサロンの ワッペンですね。まあ、こちらもですね、それぞれすごい売れ行きとなっております。あの、まあ、人によってはですね、いろんなお問い合わせがある中で、あの、いつ、こう、追加で作るんですかっていうお声か、お声もいただくんですけれども、実は常に作ってるんですよ。常に作ってて、で、何十個っていうのをボンとこう発表したらまたすぐ売り切れるっていう状況がずっと続いておりまして、なるべくあの、追加追加で、僕もですね、頑張って発注してるんですけれども、それがちょっと追いついてないという状況なんです。 ですね。まあ、今、またちょっとこう、追加で発注しているところなので、あの、また在庫版ンとこ出ると思いますので、そういうタイミング見計らってですね、ご興味のある方はご購入いただければと思っております。それから過去にはですね、スキーバンドですとか、雪なび通信アンバサダーステッカーですとか、まあそういったことで意外とこう、グッズっていうのをですね、あの、僕はですね、大事にしながら、 えー、大切にしながら、えー、たくさん作ってるところでして。で、最近では、えー、フリースキーヤの川野翔子さんとやってる活動ですね。このダブルラインという活動があって、まあ、これの T シャツの販売もですね、えー、行ったりしております。まあ、こちらも、あのー、おかげさまで今4種類ぐらいですね、T シャツあるんですけれども、えー、各デザインですね、非常に人気で、えー、たくさん売れてるところでございます。そしてなんと、今回ですね、雪なび通信、エムズスキーサロンから、 新たなグッズを発表させていただきたいと思います。えー、もうタイトルにもあるかと思うんですけれども、えー、この度ですね、まあ、ずっと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 リクエストされていた、えー、ネックチューブの販売を開始いたします。<laughs> いや、おめでとうございますって自分にね、言ってあげたいぐらいなんですけれども、あの、非常にこう、完成度の高いネックチューブになったかなと、えー、個人的には思っております。あのー、本当にね、前々から作りたいのは作りたいなと思ってたんですけれども、あの、ロットの関係ですとかね、あの、タイミングの関係とか、予算の関係とか、ま、いろいろある中で、えー、まあ、こんな状況だからこそ、こんなシーズンの終え方だったからこそ、 ま、来シーズンに向けて、皆さんもね、こう、やる気に満ち溢れてほしいなという気持ちの中で作りましたので、ぜひご期待いただければと思います。まあ、二種類作りました。まず一つ目です。早速発表していきたいと思います。まず一つ目、えー、雪ナビ通信バージョンということで、じゃじゃん。こういう感じでございます。非常に可愛い。可愛いんですけれど、男性に使っていただいても、非常にいい。 商品となっております。すでに僕はランニング等でえたくさん使わせていただいております。えー、白が貴重になりながら、雪ナビ通信のロゴで使われているカラーリングを、まあ、たくさんですね。え使用しながら、全体の統一感を図りました。非常に素晴らしい商品になっております。こちらが雪ナビ通信バージョンです。 で、もう一つですね、雪並通信バージョンということは、そうです。エムズスキーサロンバージョンが登場いたしました。こちらはですね、上から、エムズスキーサロンという風に読むことができます。ブルーとブラックが基調となっており、 背面はすべてブラックのカラーになっております。こちらもですね、非常にこう締まった色合いで、えー、かっこよく使っていただけるんじゃないかなとで。正面からね、こうやって被っていただくことで、センターからこうカラーリングが分かれるというデザインになっておりますので、満、ま、を、あ、持して登場したネックチューブなんですけれども、それぞれ非常にいい仕上がりで僕はですね、大変気に入っております。雪ナビ通信バージョン、それからエムズスキーサロンバージョンということで、これからですね、 概要欄に貼っておきます。今まで雪なび通信のグッズをご購入いただいた皆様はお分かりいただけるかもしれないんですけれども、ベースという販売サイトを通じて雪なび通信ではグッズの販売を行っておりますので、そちらに新たにですね、この2つを、こうやってやったら4つになっちゃうね、この2つを 商品として追加させていただきまして、まあ、今時期ね、なんでこう、夏にこう、そんなね、商品の発表するんだっていうお声ももしかしたらあるかもしれませんし、そのお声もわかるんですけれども、あの、今だとやっぱりこう、ランニングエチケットとかもあるじゃないですか。マスクしながらね、走るとなかなか息苦しいと。でもこういうね、あの、ネックチューブとかを、え、ランニング中でも装着しながら、 え、トレーニングしながらですね、周りの方にも不快な思いをさせないで、でも運動不足にもならないようにしていくということが、このネックチューブだとですね、可能になりますので、まあ、あえてこの夏の時期から皆さんに告知させていただくことで、まあ、その辺にね、売ってるようなこう、ランニング用のマスクとかを装着して走っていただくより、まあ、スキーヤーの皆様にとっては、やっぱりスキーヤーが作った 商品をですね、身につけながらトレーニングすることで、ま、来シーズンに向けてモチベーションをつなげていただくということができるんじゃないかなという思いで、あえてですね、この夏のうちにこう発表できるということで、あ、できるようにということで、頑張って急いで準備してまいりました。ですので、この二つですね、今日から販売開始となりますので、ま、ぜひ興味のある方は、あの、ご購入いただけたら嬉しいなと思いますし、あの、ま、ね、予算的に、ね、 ご購入いただけなくてもですね、まあ、僕がですね、こういう動きをしているよということをね、ちょっとでもこう分かっていただけたら、まあ、嬉しいなと思います。あのー、これをですね、こう皮切りにまたあのグッズの展開というのもですね、いろいろやっていきたいなと思いますので、あのー、エムズスキーサロンですとか、あとは僕の Twitter、Facebook、Instagram ですね、えー、こちらの各 SNS の、えー、フォローですとか、えー、友達申請ですとか、 まあそういうのもあのお気軽にしていただけると嬉しいなと思います。えー、あとですね、えー、最近あのライブ配信非常に多かったですけれども、あのこういったコンテンツの配信をですね、オフトレーニングだったり理論だったり、あとシーズン終わりにね、あんまりこう、道具の管理の仕方とか、保、え、管、ー、の仕方とかそういうのもね、あの本当あげたいなと思ってたところでシーズン終わっちゃったりとかしたので、まあ、そういう悔いも若干ありつつの、えー 今ね、こう、もやもやな気持ちの中でなので、まあそういうのもえ、この後ですね、上げていけたらいいなと思っておりますので、あのー、各動画いいなと思ったら高評価のボタンですとか、えー、あとはチャンネル登録ですね、チャンネル登録を、えー、していただいたりとか、えー、していただけると非常にこう、僕も、えー、嬉しくありがたく思いますので、えー、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。ということで、えー、今回はですね、雪ビ通信 m ズスキーサロンから、新グッズ、えー、ネックチューブの 登場。ということで、えー、動画を配信させていただきました、はい。本日もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。 ムスキーサロンネクスト。